ナイスボール、前。惜しい。今のちょっと難しいので、あまりアングルっていうよりは、ちゃん、まあ、ここでいいと思います。クロス。ショッ。ああすいません。いけるポーチ。そう。あ、ナイスショ。ナイスポーチ。はい。しな。ショ。あ、もう一本、もう一本連続して。あ。惜しいな。今ちょっとね、一瞬伸びちゃったんですね。これをこのまま、地面と平行に。そう、高い打点の場合は、上げちゃうとアウトの原因になっちゃうんです。だから、ちょっと一回打ちますけど、高い打点の場合、地面と平行に。で、この後は勝手に上がるので、ここだけ、ここで上げないで、地面と平行に振るような感じ。ナイス、惜しい、惜しい、いいタイミングですよ。あ、いける。惜しい、惜しい、悪くないんですよ。おー、まいった。うわ、来るよ、来るよ。あー、ナイス。はい。よーし、次。うわ。まあ、今のポーチは OK です。あの、出るタイミングとしては良かったと思いますけど、もうちょっとパンチが。ちょっと当たりが悪かったのもあるんですけど、そうですね、もうちょっとパンチをグッてつけて前に行きながら入れるとよかったかな。ちょっと根元に当たっちゃいましたね。で、多少その当たりが悪くてもグッて体が寄ってれば結構力にはなるので、あまりここだけだと当たりが悪いと全然飛ばなくなっちゃう。グッて体を寄せていくといいです。まあ、今のだったら、後ろにいると僕が打ちやすく見えてしまうので、ちょこっと、そうです、前に、そうするとやっぱ狭く見えるので。いけるよ。さっきのいけましたね。さっきのいけましたよ。そう、ナイスナイス。あ、巻いた。よっしゃ、沈めて沈めて。お、多分ちょっと外に立ちすぎてると思うんですよね。ちょっと中でいいと思います。ここのシングルスラインこのセンターラインの真ん中ぐらいでいいと思います。で、例えばそこに立ってて相手が外に立ってたらちょっと外に立つ。そうで、内側に立ってたらちょっと内側に行く。そう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 、ここを拠点に目の前の人の動きに合わせて圧をかけていく。お願いします。惜しい、惜しい、いいよ。よいしょ。前前前。はい、チェンジ。あー、もっと早くチェンジ。ラスト。
じゃあもう一球。はい、チェンジ。やべ。あー、ごめんなさい。ちょっとこれは僕が甘かった。OK、まあ、ポーチに行く時にっていうのはやっぱり外に立ってるとはなかなか手出せない。1歩3歩ぐらい行かない。そうちょっとそのこのぐらいでいいと思うんですよ。 このぐらい今多分この辺立ってたと思うんですけど、ここでいいと思います。ここに立ってここからその後衛が外に寄ったらここ、そセンターに寄ったらここ、体1個分寄るだけでいいと思うし、あとはここからここに行くだけでもっとポーチが出やすくなる。一歩前にいるだけで、前にいるから圧がかかるので、まあ女性だったらロブが来るかもしれないんですけど、その場合はこの辺でいいと思うんですよ、はい、かけるにしてもこうしとく、こうではなくてここで戻れるようにしておく、保険をかけとくみたいな。で来たら下がればいいですし、うん、まあこっちがいいかな。こう待ってて、そういけるんだったらスマッシュ、ちょっとこう斜めに足を置いてこう待っててもいいと思うんですよ。こうやって、そしたらロブ来てスマッシュですぐいける。こう待ってたらいけないんですよね。そう、横に並んでたらダメなんですよね。ちょっとこうしててもいいかもしれない。でもうバックこれでもいい、まあ、こっちでもいいですけどね。あ、ちょっとフェンシングみたいにこう言ってもいいと思いますよ。でも前にはいけるし、前で取れるんで、足が揃うのはあんま良くないです。揃うと何もうまくいかないので、ちょっとこうこう、そう、その方が早い。はい。ありがとうございます。ナイスショット。ポチ出てもやっぱちょっと足元を意識して。浮いてます、浮いてます。沈めて。浮いてます、同じ。もっとし、あの、ゆっくりでいいです。そう。これはちょっとさすがにゆっくり沈めて OK。 ナイスキャッチ。次お願い。うお、おお、ナイスタッチ。今柔らかかったです。浮いてるよ。はい、うまい、うまい。さあ、あとはね、あの得意なショット、ここです。それを計算に入れて、うまい。はい、ナイス、お願い。これは無理だ。これは無理だ、すいません。ナイスショー。ちょっとこう高いかもしれないですね。ちょっと低くなってから持ち上げる。よし、ポーチ出た時に体がこっちに流れそうだったらこっちに寄った方がいいです。そしたらこっちから帰ってくるので、そこに立ってて正解。でもこっちに流しちゃうとガラ空きなんですね。じゃあラストいきましょう。スポール、お、うまい。次、やばい。いやいやいや、ナイスライ。じゃあローテーションしましょう。